仕事中の人も来てない、ありがとう。暑くないですか？なんかね、冷房なくて寒、冷房ないけど冷房効いてて寒いです。ちょっと一人です。どうも、お仕事終わって人から今日休みだよ、イエーイ、隅田川の花火で行ってきた。雨降ってる。え、なんかさっき雷の音来たんだよね。急に雨降ってきたけど、私中にいるからずっとわかんないや。そうなんですよ。カメラですごすぎてパソコン消した。みんな大丈夫ですか？大丈夫かな、土は雨降ってるかな、大丈夫かな、気をつけてください。何歌うの？え、マジでね、なんかマジで履歴がめっちゃ恥ずかしくて、HKT の曲ばっかり歌って。本当になんか私よくねカラオケ来たらね履歴めっちゃ見るんですけど、昨日氷河降ってきて、マジですか、大丈夫ですか、言ったら HKT の曲ばっかり歌、普段ねアイドルの曲とかねなんか全然歌わないんですよ。ないんだけど、やっぱずっと歌ってないから、なんか HKT の歌歌って一人でマジライブみたいな感じで楽しんでました。ちょっと待って、あれどれだっけ、テロップ、ミクライブしよう、ミクライブ今日もね。ミクランドじゃない、ミクランド、ミクランドじゃないか、ミクライブね、ミクライブ、イブ、ミクライブ、ミクライブ、オッケーオッケー。でね、なんかさ、ショールームってちょっとさ高額になりました？これなんだったっけ、ショールームってさ、なんかもうちょっとなんかこんぐらい近いイメージだったんですけど、こうなんか広角カメラになってない？そう、直そうと思ってちょっといろいろ見たけどやっぱなくて、え、確かに画面広いだよね。ちょっとなんかこの間からずっと思ってたの。そう、なんでだろうと思ってアップにできなくてさ、でもなんか広角 iPhone 変えたからかな、ね、ちょっと違うよね、なんかさ広く映っちゃうの。ここら辺ぐらいでいいんだけどさ、ちょっとって感じ。そう、めっちゃ背景見えるじゃん。ちょっとなんか結構近寄っててこんぐらいしか間ないのにと、すごいねなんか遠く感じるよね、顔とかね。ね、本当になんか違う、私の顔が小さくなったとかじゃないの、カメラのレンズがなぜか広角なの。みんなのルームそうなんかな、ショールーム自体広角なのかな、ね、ちょっと分かんないよね。そう、よし、HKT の歌歌うぞ。今日声ちょっと違うんだよね、なんか歌ってたらさ朝から声使いすぎて、カラオケやけんさ、なんか普段さその機械の方のカラオケじゃないからさ、すごいいろんな種類あります。へい、あ、待って、「ずっと二人でいるね」
時はただの途中経過。おい、こんにちは、こんにちは。アイドルの王者歌いました。私も昨日人から言ってめっちゃ楽しいよね、本当に楽しい。ミクとフタからしたい。楽しそうだよ。今日夜配信しないの。今日夜は私この後歯医者行って、その後 HKT 行って、昔から初期の頃からお世話になってたマネージャーさんが HKT 辞めたから、それのなんかそので東京にいらっしゃってて、その送別会っていうんですかね、にちょっとサプライズだから内緒なんですけど、会いに行こうかなと思って、今までお世話になりましたって、ちょっとだからそのお花買ったりとかしたいから。そうそうそう、だからちょっとそうなんです。であと打ち合わせとかもあるかな夜。そうなんですよ、本当になんかこう私が気持ち的に行くから、その大きい感じじゃない。そう、黒木さん。そうなの、だから会いに行くの。みんな K さんって書いてるけど言っちゃった、黒木さん。そう、今の一人だけの東京に私いるから、ちょっと行こうと、会いに行こうと思って。そう、悲しいよね。もう私がいる HK で入った時からいるマネージャーさんヨッピしかいない。私だけ行きます、身内会。イマッチさん1位だ。一期生がヨッピだけに。ヨッピだけ。そう、ケイさん辞めたの。で、みんなお別れできたんだよね。福岡だったから。でも私ずっと東京にいたからできなくて。そうなの。あ、みくちゃん ZIP に予告出てたよ。来てるね、楽しみ。来てるね。私8月3日担当だよね。そう、なんか3日連続、2日から234で、うたはちゃんとみくとりこちゃんだから。そう、ぜひ見てください。朝はね早いんですけど、そう、お仕事行ってるかな、行ってなかったらぜひ ZIP 見てください。録画もしてく、あ、録画いい、録画してください。朝だから結構元気はつらつって感じでお届けしたいんだけど、あんまり元気すぎるとちょっとね、うるさく感じちゃうと思うので。ZIP の中の来てるねっていうコーナーで私スポット紹介してるんで、ぜひ、めっちゃすごかったからぜひ見て、はい、録画してください。見れない方はミクリンってリプ見て、めっちゃ見てます。ファンの方の返信とかコメントをめっちゃ見てます。ツイッターとインスタやってるから見てますよ、見てます。あとチャットと、今はチャットとメールの返信を基本的によく見るけど、チャットさ、たまに臭いこと書いてごめんね、全然嬉しいの。
でもチャットってさあれが来ないんだよね、その通知がいかないじゃん。そうだから寂しい、すぐ返信見れなくてドラマ撮影大変ですか？もう慣れてきたけど、もう本当に朝早くて夜遅くてとか、まあ、それは慣れてるんですけど、なんかね、なんて言うんだろうな、マジでスケジュールが大変って感じそんな感じです。スケジュールの調整とかやっぱ大変だなって、私は関わってないからあれですけど、見てて大変だなみたいな。メンヘラちゃんみたいになってたもんね、チャットで。そうですよ、はい。最近みくりのツイート少なくてごめんよ。え、本当なんかさ、名前変えたりさ、アイコン変わったりしてる人とかいっぱいいるよねわかる、いるなって。みんななんかちょっとさ、みんななんかそう、結構さファンの方のコメント見るからわかるんですよ、わかっちゃうんですよ。うわ、タブーの色歌いたい、一緒に歌う？タブー、そう、アイコン固定がいいよねって。そう、なんかでも書いてもいいんですけどいいんですけど、やっぱアイコンで覚えたりするときもあるからさ、大変だよね。ちょっとタブーの色入れます。はい、はい、私まだあれやってないです、ツイッターあれ。いつか飛ばそうと思ったときに飛ばします。まあ寂しくて帰れてない、そうじゃあ入れますね、ミクライブででん。あ、またまた BGM 消しちゃう。はい、ボーン。
でんでんむちの歌懐かしい。隣の部屋、誰もいないんだよね、多分きっと。多分やるなら誰とやる？前ね、卒業しちゃったけどリミカとやりたいねって話してた。今いるメンバーでしょ？エレタンか。入れたんかな。入れたんかな。じゃあ君はもっとできる歌おうよ。でその後、うわこれいいやん、夏ですね。僕らのユリイカめっちゃ夏ですね。なんかめっちゃ笑っとる。なんだっけ、君はもっとできる。きーみがよ君はもっとできるよ、もっとできる。よっしゃ。そういうこと、フェブラリーって入っとるんかな。ちょっと君はもっとできる歌うけん聞いとって。君はもっとできる。
ダメ、これは可愛すぎますから。あ、なんか武道館みたいな感じ。僕らのユニークな Thank you.
書いてくださいね、なんかこれがいいっていうやつ。ズルズルタイムス、私こんな気持ち二度とないでしょう。好きな恋をしずに走る。ありがとう、
あ、みんなありがとう、聞いてくれて嬉しい。ミクテンって何？あ、めっちゃいいじゃん。ミミミミミミ。あ、ミクテンやってな、ミルテンやってなかった。全然変わらないわね。あるっちゃあるけど、HKT。え、あるかな？ちょっと見てみよう。でもうち歌えないかもしれない。歌ったことないんですよね。全然変わらない。でも結構たくさんいっぱい曲がある。ほら、天文部の事情とかある。ハワイへ行こうとかあるよ。微笑みポップコーンもある。え、昔のお兄ちゃんと付き合ってること、私の好きな曲ある。で、最後すごい、ロマンティック病と私のふるさと入ってる。ハワイへ行こう、誘われたのよ。カップリングめっちゃこの時期とかの、そうそう、昔ムカつきとかのさ、頃のカップリングどっちも好きだった。グリーンフラッシュ聞きた。お、アリーアリオオーリオアリオオーリオ、公演曲も入っとる。あ、君とどこか行きたいわ。あれとかいな、君とどこかへ、かき、あったよ、君とどこかへ、燕選抜あった。あ、初恋視聴席、あ、白日夢み大好き。いい歌ですよね。え、入っとらんのかな。嘘でしょ、嘘でしょ。あ、あったあった、僕だけの白日夢。遠くにいても泣ける。え、泣くけど、遠くに泣くんかい。じゃあダメじゃん。なんか初恋至上主義さ、あの博多座思い出しますよね。初恋がずっと、ここてんから一曲。あ、ここてんって、でも NNB さんから見ないといけないな。ここてんから一曲何があるかな。粉雪たちは私ユニットそれです。粉雪たちが、ここてんから一曲だったら何が好きですか。ジッパーいとく。え、でもさ、でもジッパーってあれでも歌えるよ。なんかイヤホンつけたカラオケでも歌える。え、ジッパーでもある。何が好き。カトレアジッパー、今のところカトレアジッパー。カトレア多いね。あと不毛も多いね。2人か、今まで今のところ不毛。おにゅん、でも待って、どうしようかな。ちょっとみんな書いてください、どれがいいか。ちょっとコメント欄でざっと見て、多いなって思ったやつ歌います。ねえ、待って、全部多い。夢のずっと覚え、あ、カトレアかな。カトレアが多い気するぞ。カトレア、カトレナさん思い出す。カトレナの花を見、カトレ、カトレア、カトレア、あー入っとるかな。のカトレアの花を見るかな。え、ちゃう、え、カトレアの花ってさ、おー、すごい盛り上がってる。カトレアの花を見るってさ、曲名何。え、入ってないかも。え、入ってないです。え、カトレアのって検索したけど3つしか出てこなかった。カトレアの、カトレアでしょ、カトレアって入れてます。カトレアって入れてるけどないです。
じゃあカトレアが入ってないから、何にしよう。ジッパーは絶対に入ってるんで、とりあえずジッパー入れときますか。ジッパーも多かったからジッパー入れて、そっからちょっとまた考えよう。ジッパーパー、よし、いけ。続きを入れました。
入れたいのいっぱい入れちゃう。カトレアの花やろ？本当にないの？カトレアの花ないんですよね。好き好き好き。わ、アリー。なんかいいの歌いたいね。好き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 好
好きになった世界一受けたい時期見ました。もちおさん、もちもち、私の肌と一緒ありがとう。今何時？16時とかになったら教えてくださいな。うわ、そういうのアクエリオン歌いたい。ママが、ママ勧誘魚のキャパシティ歌ってほしい。だっていいよ。じゃあママ、ママリクエスト歌うけん。あ、よし。
私も最後キャパイキャパキャパ言いたかったんですけど我慢しました。これいいよね、だってソロコンに入ってるんですよ。部屋で言えない。いいじゃん、キャパシティ。これ大好きだ。ありがとうマックス見て。マックジューマックジュー大人になってるから。窓開いて、あゆくりの、声を語る詩人になれなくて、声を語る詩人になれなくて、どうだろうどうだろうどうだろう、電車の中だけで言いました。それはやばい。でもミクも言えそう。こうやってキャパ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 シティぐらいだったら言えそう。あ、君のカップリングいいですね、入れましょうよ。いっぱい歌おうぜ。マジで無限に歌い寝ちゃいますね。君の、お、エネルギーバティーと歌ってくれ。お、いいですね。君の、はい、よし、はい、Thank you.
この曲コメント忙しいよね。あ、タワーありがとうございます、おんさん。お仕事ね、コメント読んでました。コーディスらしい。Yeah.
も月と水鏡あるんですよ。最高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 、ちょ今来ました、ありがとうございます、来てくださって。これ歌ったらコメント見ます、今も見てるんですけど歌えるの嬉しい。
じゃあ、あすごい瀬取りですね。だって瀬取りじゃない、組んでない、あのね、別に歌ってますよ。何歌うかずっと決めてないんですよね。仕事にもお仕事頑張ってね、頑張れお仕事。ここまで何曲歌ったかな。何時まで歌えるの。近くにね歯医者行くから、18時から歯医者予約してるんで、45分とかに終わろうかな。17時45分、本当に隣なんで近いんだから、45分くらいに終わります。めっちゃ詰め込んでる、なんかオフあんまないから、でなんかあんま休みたいからさ、オフとか仕事終わりとかに詰め込んでます。今日は朝だけ仕事だった。で夜なんかそのマネージャー、辞めたマネージャーさんのなんていうの、送別会やるから、その間に家に帰ろうと思ってたんですけど、カラオケ行ってちょっと歯医者までの時間潰してたら楽しくなっちゃってフリータイムで歌ってるそうなんですよ。喉潤したいんですけどね、ワンドリンクだからさ、ワンドリンクにしたからもう飲めない。そう、寝る気ないんですよ。え、尾崎さんずっと会ってない。でもこの間 LINE くれました。そう、あとだから2時間半ぐーたらぐーたらしてようかなって思ってます。ドリンクおごる、え、なんかねドリンクバーにしようと思ったんですけど、もってお金もったいないなと思ってワンドリンクにしました。え、おその飲み物代ちょっとケチだかな、ちょっともったいないかなって思ったんで、え、頼もうかな。でもそしたら配信中に人来ちゃうからさ、一回ちょっとあれしなきゃいけなくなるよ。それ何しよう。頼み、あと2時間あんじゃん。超そうと思って何にしようか。ダージリンティー頼んで、え、待って電話してって今か。じゃあちょっとダージリンティー頼んできますね。頼むからちょっと一旦ちょっとプッて消しちゃうね。頼んだ時と来る時はプッて消しちゃうからちょっと待っててね。頼みました。頼みました。あとはちょっと来るの待つんだけど、声おかしいよね。ちょっと喋る、歌ってる時とか声おかしくなっちゃう。カラオケいつもいるんだけど、その時止めますね。ダージリンティー美味しい。何が届くか、あ、言っちゃったじゃあ一旦ちょっと待っとくから、ドリンク届くまで上にあげとくね。消しとくよ。ちょっと待っててね。